はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。今ぎっくり腰でまあ大体んですけれども、湿布貼ってベルト巻いて耐えてます。これぎっくり腰ね、日曜に署名活動の重い荷物運んだせいかもしんないな。月曜の朝から痛み出したんでね、メール当院さん限定でお手伝いいただいてるんで、もうちょっと荷物減らすかな、旗も2本ぐらいでいいかなって、考えております。今は顔を洗うのが辛いです。上体をですね、倒すのが痛いのなった人は、お分かりでしょうけれども、この10年で2回目だな。生まれてからは4回目くらいです、ぎっくり腰。生まれて初めてなったのは30代で、ピアノ持ち上げようとして、ピアノ移動しようとしてグギってやっちゃって、コンサート会場でね、コンサートじゃねえや、ライブ会場で、ピアノちょっと移動しようとして4人ぐらいでね、でグギってやっちゃったのが初めてで、こんなに痛いとは思っておりませんでした。10月1日不法滞在を増やすな、外国人実習制度廃止デモやります、来てね。詳細は動画説明欄もっと見るをクリックしてご覧ください。24カ国16万人を対象にした成人学習到達度大規模調査結果、日本人の結果ね、日本人だけの結果、程度問題、図書館の検索画面を操作し特定の本を見つけるテスト結果、 27.7% ができなかった、4人に1人ができんかった。中程度問題、150文字程度の、本の説明を読み該当する本を当てる、探すとか選ぶんでしょうけど、結果 76.3% ができなかった。ツイッターは140文字程度なんで、4人に3人がまともに読解できてない可能性、ありますね、これね。数的思考問題、グラフの読み取り問題、結果 81.2% ができなかった。できる人2割しかいなかった。パソコンスキル問題、メールの内容に従って会議室の予約を完了させるテスト、結果 91.7% ができなかった。 8.3% しかできなかったのか、10人に1人しかできなかったのか、なんかすごくややこしい予約なんですかね。結果要約、日本人のおよそ4分の1が日本語が読めない日本人の3分の1以上が10歳程度以下の数的能力しかない。これ3割引きとか、そういうのよくわかんない人いますよね。そういえばパソコンを使って基本的なビジネス業務ができる日本人は1割以下。本当なの？だが驚くのはこれだけではない。この惨憺たる結果にもかかわらず、日本人の成績は先進国で1位だったのだ。アメリカでの結果、成人の 43% は仕事に必要な文章読解力がない成人の 34% はグラフを読めない、成人の 55% は仕事に必要な数的能力がない。税務申告や各種申請まで、説明を読んで役所の書類に正確に記入するには偏差値60程度が必要、5人に1人しかできていない。職員の説明を聞きながら記入っていうのは可能、文章をこさえるのは可能という記事でありました。世論です。ここにも日本語書いてんのに意思疎通できないやつめちゃくちゃいるよな8割が理解できないのなら行政文書に問題があるのでは。これ私も思います。特にね、補助金もらうとかね、例えば地震で家半壊して補助金もらうだのっていう書類めちゃくちゃややこしい、わざと分かりにくくしている可能性、これ司法書士とか行政書士とかの仕事作るためにわざとややこしくしてねえかお前らっていう疑いもあるね。役人の仕事を作るためわざとややこしくしてないか、金融機関、保険、不動産の契約書だってほとんどの人間は読み飛ばすだろう、まあ、役所の書類がややこしくなっちゃうのはですね、徹底的に責任逃れの文言が入ってっからですね、ややこしいことを
後から文句言ってくる人間いるからだんだん増えちゃうんだよね。意外とよく、意外とこれ知られてないんですけど、日本人の半分は平均以下の知能なんですよ。これそんなの当たり前じゃねえかっていう小泉進次郎構文ってやつですか。パソコンで動画を視聴できる65歳以上は約 11% っていうのは知ってました。前年代通してパソコンで仕事ができる人が2割しかいないっていうのはちょっと信じがたい。本当なのかな。なんかサラリーマン、ほぼ全員パソコン使ってない今や。まあ、サラリーマンって、まあ、ホワイトカラーですけれどもね。それできない人はブルーカラーなのかな。8割が申請書類を一人で作れない。これだもんね、パスポート申請に必要なものを書いてあっても持ってこないんですよね。で、窓口で暴れると。自信なかったら、役所に電話して聞けばええのにね。もしくは、窓口でいちいち聞きながら記入するとかね。私も年取ってですね、説明の文章を読む気力がないので、私はいつもその手で、しのいでおります。窓口でいちいち聞きながら完成させるとかね。ですので、ツイッターで絡まれた経験のある方、ご心配なく、4分の3の確率で真意を理解せずに発狂している可能性があると。そんなことを、ツイートしたんじゃないっていうような、ことですね。偏差値40以下が2000万人いるそうですしね。完全無視かブロックで対応。バカを相手にするのは本当時間の無駄ですね。バカって完全論破されてもそれに気がつかないって性質ありますんで全くの無駄。迷惑黒人ソマリってやつが不法侵入でとうとう逮捕されたみたいですね。NHK のニュースにもなったっていう。NHK 暇なのか。逮捕された意味、理解してるかどうかわかんないですね。なんかちょっとアレな顔してますよね。おつむがアレな顔してますよね。あいつよりね、絶対警察犬の方が頭いいよねって思うんですけどね。ひろゆきさんが昔こんなこと言ってたんですよね。1万人に1人レベルのすっごい気違いは、リアル生活ではほぼ関わり合うことは一緒のうちないんだが、ネットには5000人以上いるっていうですね。なるほどな。そうするとですね、1万人に1人レベルのバカも5000人以上いる。ツイッターのアカウント5000万ぐらいですから、やっぱそうなんだよね。1万人に1人レベルのすんごいバカが5000人いる。1000人に1人ぐらいの、中ほどの、中ほどの、中程度のバカ。それでも1000人に1人のバカって大したもんですよね。それは5万人いるっていうことで、多いよね、やっぱり。ツイッターで絡まれても、皆さんあんまり気にしないでください。この人は文章読めない人なんだなって。4分の3の確率でそうですから。ウーバー潰しのインボイス制度。知り合いがお一人ですね、商売に必要な許認可返納してきました。廃業するってやってらんねって。増える税収は年間2500円程度なんですけど、処理するための人件費が年間4兆円ほど増えると試算が出ておりました。申告するために日本全体でですね、年間16億時間ほど仕事の時間が増えるって、申告する企業の経費がそっくり増えるってことですね。16億時間、人がやんですから、これAI とかじゃまだできないんですね。景気を冷やすんじゃないかな、これ。財務省ってほら、ものすごいバカな集まりですからね。それとも16億時間をこなすため、雇用が増えていいのかなっても思ったりして。サービス残業で労働者にしわ寄せすんのやめろよ。企業は4兆円をなんとかチャラにしようと思って、サービス残業しろ、インボイス申告は残業中にやるなんて、そんなことやめろよっていう話でね。世論であります。人件費増えればそこに所得税かけれて財務省は二度おいしい。なるほど、そういう考えもあっか。4兆円手間費増えんだったら4兆円の所得が発生するっていうことで、そこにまた課税できますね。ややこしすぎなんだよ。システム考えたやつ出せ。システムとか理解していない年寄り議員が決めてるから選挙で落とすしかない。そりゃ今まで集めるのが大変だから徴収せんかったもんやから。会社員だけど経費の精算の手間が増えたわ。
経済効果年間4兆円のビッグビジネス、なるほどな、そういう考えもあるか。誰かの支出は誰かの収入ということで、 GDP が4兆円増えるといえばそれはそうですね。むしろ面倒だ、消費税なくしてしまえって方向に議論持ってきたいものですね、これね。インボイス制、消費税がなければインボイスなんていらねえんだから。私が20代の頃は実質税負担率 35% 程度でした。今 47% でしょ。消費税分そっくり上がってんだよね。消費税 10% かけます。でもそれその他は少しも下げませんっていうのを実行した結果ですよね、これね。消費税分そっくり上がってるってことだね。昭和の自民ダメすぎだな。今もだけどね。そんなんだからですね、民主党ごときに一瞬でも政権取られちゃったんじゃないんですかね。都構想、都修正って私どっちも反対なんで、維新はあんま好きじゃないんですけれども、自民を脅かす存在ないと、舐めプレイ始めるのは世の常ですね。で、だん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 劣化していくと。今のテレビや新聞のように、NHK 紅白、ジャニーズ枠を6人から3、6から3に、半減させる模様。出すんかーいって思いましたけど、出すんかーい。これ1枠にグループで 4,5 人で出すから、やたらジャニーズだらけに見えちゃうみたいですよ。何十年か紅白なんて見てないんであれですけれども、世論です。ジャニーズいる？そのまま突っ切るか突っ張るか、きっぱり切るかの二択やと思うんだが、名前変わるからセーフ。ジャニーズ枠なんてあるのがおかしい。受信料の値下げ額並みにひどい。ゼロにできない理由でもあるんか。むしろまだ出すんかという感想。事務所ごとに枠って概念があるのが問題。いきなり切ったらいろいろと暴露されるんちゃうか。元が多すぎて減ったように見えるだけ。 NHK 未成年の性被害に寛容だった事務所枠なんじゃそれって感じですね。歌手の実力じゃなくて事務所の力関係で選んでんだってなら、いっそね、事務所対抗歌合戦って名前変えたらいいんだねの。でね、ここの事務所はいくらいくら NHK にお布施したんで何人出しますって、そこら辺も公表しろって感じですね。きっぱり切れないのは公表できない癒着があっからでしょうね。過去の不祥事いろいろ NHK が逃げられてて暴露が怖いからとかね。例えば NHK 職員、NHK プロデューサーとかディレクターがジャニー宅常連だったとか、少年を上納されたとか、そいつらが定年退職するまでは切れないみたいな、と予想します。まあ毎年視聴率右肩下がりで世間に対する影響力も下がってんで、どうでもいいですけどね。紅白丸々会、出動歌手っていうのが白になる時代でもないですね。紅白出たからっつって歌手で一生食ってくるような時代でもないですしね。吉村大阪知事、中国が禁輸しているらしいので全国で美味しい魚を食べよう呼びかけ、今やツイッター芸人と化した大椿優子社民党副党首、なぜ全面禁輸に至ったかは語らないが、その理由はやはり日本政府にありますと、いじめられてる子が悪いみたいなことを言い出しましたよ。これ世論です。そんなんだから消えかかってんだろうが、また始まったよ日本が悪い。北朝鮮労働者党日本支部北朝鮮労働者党日本支部、日本国内に存在する外国人政党を日本人の支持諦めたんか中国に沖縄攻められても、北朝鮮にミサイル攻撃されても日本が悪いって言ってそうですねこいつね。お仲間以外は誰の心にも響かないんですけどね。お仲間は投票権ないしね。そういえば韓国の最大与党共に民主党、文在寅はここじゃなかったっけな、代表がですね北朝鮮に送金したスパイ容疑で逮捕だそうで、日本ならですね泉健太がスパイ容疑で逮捕って大騒ぎですよね。これ大騒ぎになりますね。そこから逃げるために断食して弱ったふりしてるらしいんですけど、韓国はスパイ防止法あっていいですね。問答無用で逮捕できてね。他の点は全て羨ましくないんですけれども、スパイ防止法があるっていうのと9条がないっていうのとパチンコ禁止できたっていうのだけは羨ましいなと思います。総務省発表、男性の 26.0% と女性の 32.1% が65歳以上の高齢者です。男は4人に1人、女性は3人に1人が65歳以上ということになりました。逆に言うとですね、
65歳以上女性は3人に2人しかいないとも言えますね。もう高齢者の定義を70歳柄にしたらどうかな。高齢者うるせえから。でね、高齢化してないって、そのうちあれかな、75歳から高齢者にします。なんのかね、75歳定年とかなんて。なんかもしれないですね。なんかね、現状に合ってない。今の60代、まだまだ元気。ウーバーでもよく見ますよ。この前乗ったタクシーの運転手さん71歳って言ってたかな。ぎっくり腰やったことがあるんです。最近、秋篠宮家叩きが凄まじい気がする。なんか今、ベトナムに行かれてんですよね。多分、愛子殿下を女系天皇にしてですね、コートを断絶したい勢力なんだろうけど、宮家は言い返しても来ないし、名誉毀損で訴えても来ないことをいいことに集団いじめ、やりたい放題、少々ひっきんって皆さん17条憲法、ご存知でしょうか。帝の利を受けたまわれば必ず慎め、帝の言うことは聞きなさいっていうことなんですけど、臣民はね、上で決まったことを黙って従えばええんじゃないの。下々はですね、男に継がせる、女に食わせるなんつ、それ皇室のしきたりでしょうよ。それしきたりにですね、あれこれ口出すの不敬じゃないの、思いますけれども、とにかく下々が、皇室の噂話すんなって話、恐れ多いから、下々が。私は思っております。というわけで、11月1日外国人実習制度廃止でもやります。池袋です。来てね、よろしくお願いします。デトックスジャパン。